All right, we are here at the Bandai Namco headquarters in Tokyo with Mr. Hideo Baba. Konnichiwa. And we are talking about TGS and what you're showing for the Tales games. So, you've been working on the Tales games for a long time. Hi. What sort of crazy stories do you have from the development of the games? Crazy story ですね。Crazy story というよりはね、なんか面白いなっていうところで言うと、まあ、開発でもいろいろとあるんですが、やっぱりテイズオブシリーズはね、音声収録っていうのでね、生産にボイスをね、出させていただくんですけども、たまにこう収録してるときに、こう、言いづらかったりする言語、言葉があって、それが一回引っかかっちゃうと、何回も何回も、収録してても同じところで引っかかっちゃうとか、そういうところがたまにあったりして、そうするともうなんか2回目3回目は、ね、シリアスになってくるんですけど、で増えてくるともうみんな笑い始めちゃって、ちょっと別のね時間を置いてもう一回撮ろうかとか、まあ、そういったことも結構あったりして、そういったこと面白いですよね。なかなかそういう収録の現場って皆さんね見ないでしょうから、まあ、そういったところがやっぱ面白いですね。The Tales games have found a huge following in the West. We see it in the America. So many more people want to know more about the games. What sort of things do you do during development to cater to that fan base or to kind of acknowledge them? 海外ね、アニメだったりコミックだったりってところが、非常にそういった日本の文化がね、アメリカの地域、北米の地、欧州の地域でもね、やっぱり非常に受け入れてるっていうような土壌がありますから、海外の方でも、やっぱり好きな方はいるんじゃないかなということで、いろいろとね取り組みをしていましたけども、思いの以上にやっぱり反応がねやっぱり返ってきてるっていうところがありますので、非常にやっぱりそこはいい予想を反した反応っていうのがまずあったんじゃないかなっていうのは、開発で何かやってるかっていうと、日本で作った、日本版のものをできる限りそのまんまの状態で海外の皆さんにも遊んでもらいたいっていう考えでいますので、ただ、海外の人向けにね、日本ではやっていない例えばコレクターズエディションとか、そういった形で、支えてくれてるねファンの皆様に、感謝の気持ちという形で。 Many people are very excited for Hearts R. They've been asking for it for a long time. They're very excited with the announcementWhat's your favorite part about that game that you hope that people enjoy? そうですね、ハーツアールに関しましてはビータでね、新しくもリリースするっていう形になってます。で、ゲーム性の部分とかね、バトルシステムを新しくしてる部分ももちろんあるんですけども、やっぱり一番皆さんに楽しんでもらいたい部分は、ハーツっていうね、テーマにしてる心ですね、そこの部分のテーマを、物語の中でどう描いているのか、心ってどういうことなのかっていうところをぜひハーツというテーマの中で皆さんに一番楽しんでもらいたいなって私は思って、作りました。At TGS and After Hearts R, we're talking about Tales of Zestiria. It's a new, brand new Tales game. What is your process for when developing something brand new like that? Does the story come first? Does the mechanics come first? What's that process like? そうですね。一番初めはまずゲームのコンセプトっていうのを考えます。例えば、今回の物語はどんなテーマで、描いていくのかといったところを決めた中で、今度じゃあその主人公を男の子にするのか女の子にするのか、そして、その主人公の、周りにいるパーティーキャラクターたちをどんなキャラクターたちにしていくのかといったところをまず一番初めに、作っていきます。その流れの中でじゃあゲームの遊びってどういうものがいいのかっていうのを考えていきますので、ゲームで物語で描きたい部分は何なのかっていうのを考えた上で、それぞれキャラクターとかシナリオっていうのをまず一番初めに手掛けていきますね。Tales of Zestiria is playable for the first time here at TGS. Many people are going to get their hands on with it. What are the features that we're highlighting, that we're talking about? そうですね、やっぱり一番の売りはまずね、日本の皆さんが遊ぶものになるんですけども、やっぱり今回のバトルシステムの特徴である、まあ、カムというね、キャラクター同士が一つの、キャラクターになって、新しい、違った、バトルの、スタイルを楽しむことができるっていう遊びがあるんですけども、ここをね、ぜひちょっとね、注目して遊んでいただきたいなって思ってますね。There are many Tales fans asking about games on next-gen platforms, PlayStation 4, Xbox One, and even PC. Are there any interesting features about those platforms?そうですね、PC だったりとかね、PlayStation 4、そして Xbox One、やっぱりね、新しいハードですので、いろんな、なんだろう、可能性というか、ただ、我々の中でその機能をどう生かすかっていうよりは、新しいコンソールで、どういった表現が、やっぱり物語を重要視しているゲームなので、やっぱり物語がちゃんとできた上で、どんな世界観の中でキャラクターたちが冒険していくのか。
ったところやっぱりいくら、新しい次世代で次世代のハードになったといえども、そこだけはまず大事に考えていきたいなというふうに思ってますので、その機能がどうのっていうのは正直言って我々あまりそこにこだわってるっていうのはまあ正直言ってないんですよね。 What do you think about the JRP, the Japanese RPG genre? Do you always want to make games like this?That have you know, the epic story and the battle systems like this, or do you think about other genres sometimes? そうですね、やっぱり JRPG っていうのは日本人のね、我々にとってみたら非常にやっぱりね、特徴のある、ゲームだと思うんですね。やっぱそういった部分は今後も海外、日本問わず、我々が作る、まあ、特徴のある、ね、ゲームとして、引き続き、作っていきたいなっていうふうな思いはあります。でまあ、その中でやっぱりね、テイルズ・オブ・シリーズっていうね、歴史ある、を作ってきたね、ゲームっていうのがありますから、これは続く作り続けていきたいなっていうところも思いつつも、やっぱりね、新しいジャンルというか新しいゲームを作りたいっていう思いはやっぱありますので、やっぱりなんでしょうね、そのスカイリムとかドラゴンズ・ドグマとか、そうですね、エクシリア2、発売して、でこれからね、ハーツ R の、発売も控えておりますが、その後にはいよいよね、20周年タイトルの、鉄道のゼステリアも、できる限りね、早く、皆様にお届けできるようにね、頑張っていきたいなというふうに思ってます。でまたね、海外のイベントでいろいろとね、やっぱり皆さんとコミュニケーションを取りながら楽しいね、時間を過ごしていきたいということもまたね、引き続き来年再来年とやっていきたいなというふうに思ってますので、ね、それではまたね、皆様の、国や地域でお会いできるのを、楽しみにしております。